皆さんこんにちは、アダムでございます。うっすー、緑のシーサーです。赤の孫です。キロノックです。青の大地です。さあ、ということで11月25日土曜日、隅田トリフォニーホール小ホールにて私たちアダムのファミリーコンサートがあります。イエーイ。今回土曜日なので会場が13時半、1時半ですね、開演スタートが14時、2時でございます。なのでいつもとはちょっと時間が違いますので、ぜひ皆さん気をつけてお越しください。なんと今回はですね、こちらは私たちの主体ではないのですが、なんと私たちの住みたトリフォニーはね、行ったことあるのですが演奏したことはない場所ですので楽しみにしております。料金が一般が4000円、高校生以下が2000円となっております。ぜひお越しいただけたらと思います。今回はジブリやディズニー映画のテーマ曲から J-POP のヒット曲までファミリーで楽しめるコンサートとなっております。ただ今回は未就学児が入場不可でございます。はい、それは大変申し訳ございません。なのでぜひ皆さん、小学生以上のお子さんを連れて11月25日土曜日は隅田トリフォニーのショーホールにお越しいただけたらと思います。さあ、どんな曲をやるんですか？何が見どころでしょうか、大地くん。はい、このですね、ジブリから2曲ほどみんなが知ってるあの曲をやります。そして J-POP も今流行りのあの曲を演奏します。そしてディズニーよりあの曲を演奏いたしますので、全然わからんやん、ね、全部あの曲しかやらない。あとね、今回チラシもかっこよく、あの裏面もしっかりと作っていただいておりましてね、それぞれ の撮った写真もいろいろ、またあれだよね、大回転演奏会とは違う写真も使われてるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ皆さん11月25日遊びに来てください。お待ちしております。お願いします。イエス。はい、痛い、すいません。